2005年に入社されて、はい、2016年に専務になられて、はい、2023年の2月にこう4代目社長に就任されたということでですね、こう経営層になられてからですね、まあ、一つ印象に残っているご苦難があられたというふうに伺いました。その時のエピソードを一つ伺ってよろしいでしょうか。はい、工場の直売レストランですねを作るタイミングの2015年の時に、ちょうどもう開業の準備で忙しくて、もうオープンするよっていう時にちょうど妊娠出産と重なってしまいまして、お店がオープンした1週間後に生まれてですね、もう本当に今これが大変だよっていう時に、言い出しっぺと責任者がいなくなるっていう風な、まあ、ところですごくやっぱり心苦しかったですし、やっぱみんなもすごく不安だったと思うんですけど、やっぱその中でも任せるっていうことを学んだりだとか、逆に私がいないことですごい社員さんたちが成長したりだとか、すごい頑張ってくださってですね、そういうところが、まあ、私だけの苦労じゃなくって、本当に皆さんも苦労したと思うんですけど、そのおかげでですね、もうレストランは順調にお客さんが来てくださるようになりまして、みんなが今工夫してくださってます。自分がすることで人の成長機会を奪ってることにもなるんだなと思って、やっぱりこう大変そうだから自分がっていう風な気持ちは決していいものじゃねえんだなっていうのを学んだのかですね。今社員さんの成長っていうキーワード出ましたけれども、はい、やはりこう社員さんの成長が会社の成長という風にこう捉えられることもあると思うんですが、はい、この人材育成の考え方について山下社長はどのようなお考えをお持ちでしょうか。学習っていうのは速託同時、卵の殻を親鳥がつつくタイミングとやっぱひなが出るタイミングが同時なければならないという考え方を以前聞いたことがあって、やっぱりこう与えるだけじゃやっぱダメだと思ってて、やっぱりその社員さんたちがこうこれを学びたいとか、これをこのタイミングでとか、やっぱりすごく自分の意欲っていうのが大事だと思うんですよね。で当社は新卒採用を15年続けてまして、やっぱそういう新卒の方が入ってきてからのやっぱ教育プログラムっていうのはすごく培ってきているんですけれども、やっぱその中でいろんなこう教育プログラムを用意して、それに受けるとかですね、そういうふうな気持ちが乗ってですね、そしてそれをちゃんと研修受けた後に報告書のレポートしてもらったりとかですね、勉強にもなってるし、あとはそれをじゃあいかにその自分たちの職場でこう実践してもらえるかというところでやってます。でそれをですね、去年かな、研修成果報告会みたいなのをずっとやっててですね、研修成果報告会、はい、でこう研修に行ったらそれに対してじゃあ自分もんでどういうふうにな課題を設定して、それに対してどんな対策を打ってどんな成果が出たよっていうのを報告会でずっと開いててですね、でそれでやっぱすごく現場もみんな頑張ってすごくいい成果も出たりしたんですけど、やっぱりちょっと負担だったみたいで、ちょっと今は今年はお休みしてます。あ1年生対象にあそれはですね、もう全社員さん対象で、はい、自分の成長を確認する機会を会社として設けてっていう成果報告会っていうのが、うん、はい、そうですね、うん、でそういう研修と、あとは今動画でマニュアルを作ったりだとか、はい、その動画研修っていうのを e ラーニングとかですね、はいはい、いろんなのを取り入れて、もうただセミナーに行くだけじゃなくて、もう気軽にですね勉強できるような環境にしたりだとか、やっぱりこう自分が学びたいって思った意欲に応えられるような環境を今からも作りたいなと思ってます。なるほど、今本当様々なお取り組み聞かせていただいて、はい、e-learning だったりとか、はい、それこそ研修報告会、はい、またこう教育プログラムっていうのをいくつか伺ったんですけれども、はい、人を育てるには山下社長として何がまとめるとしたら何が大切だというふうに言えると、うんうん、教育とか言うとすごくなんかおこがましくてですね、やっぱりこう成長するってやっぱその人本来の力があ
あって、それをこうやっぱ見守るというかですね、支えるとか、そういう時にこう何を提供できるかっていうの方が大事かなと思いますので、なんかこうやっぱり偉そうにこれをなんかこう教えるとかそういうスタイルではなくて、うん、なんかそういうふうな仕組み作りですよね。そういうふうな学習環境を整えたりだとか、社内でもあの仕事を覚えやすい環境を作ったりだとかする方向を目指したいと思ってます。なるほど。人には本来可能性とかが強みがあって、はい、それを引き出された時に見守る、はい、そういう環境を与えるっていう、そうですね。それにはやっぱりその人のことをちゃんと見てる、見るっていう仕組みが大事だと思うので、うん、やっぱりですね、あの昔みたいに見て覚えろじゃなくてですね、結構あのうちの会社の方たちみんな優しくって、もう新入社員の人たちが入ったらちゃんと丁寧に教えてくださるんですよ。でやっぱりそれもやっぱり進化していこうねと思ってまして、あのやっぱりその口頭で教えたりだとかだと、もうその時その場限りだけど、やっぱりそれをじゃあマニュアルとか、あの今動画マニュアルとかですね、それがちょっと業務フローに全部の業務がなってるとか、なんかいろんなそういうふうなあの環境を整える仕組みができると思うんですよね。そういうふうなところですかね。なる